名鉄も880系電車は、1980年に名古屋鉄道が申請した路面電車である。導入以降、美濃町線、田上線で運用されていたが、2005年春の美濃町線、田上線廃止により、余剰となった。その後、福井鉄道が福岳線活性化の一環として、低唱車を導入することになり、本慶式を譲り受け2006年から、 福井鉄道880系電車として運用を開始した。本校では福井鉄道上ともの運用も記述する。も880型とも590系乗り合に、車体を中間台車によって接続する連接車で、日本車両製造により880から881から888から889の前後編成重量が1980年に、 製造されて、順次投入された。その結果、新関駅方面と、美濃町線、田上線、各見ヶ原線を経由して新岐阜駅とを結ぶ列車は、15分間隔での運行が行われるようになった。台車は空気バネ式で、従来車両と比べて乗り心地の改善も図られた。また、室内も連結部分が鍵穴の形となっており、座席は、 他の電車にはあまり見られない FRP 成形のものに一人分ずつのせずりと座布団を敷いたものであった。登場当初は長時間停車時に車内に BGM を流す機能もあった。河川電圧が直流電化 600V の三ノ町線、多上線から直流 1500V の鏡が原線へ乗り入れるため副電圧対応車両となっていた。当初は 非冷房車として登場したが、1991年から1993年に、順次、三菱電機製の冷房装置を搭載する改造が、なされた。しかし冷房は600ボルト区間の未対応で、各務原線内では作用しなかった。始発駅となる新岐阜駅は1500ボルト区間にあり、同駅での発車待ち時間中は、夏には、冷房が効かず、サウナ電車という、 ありがたくないあだ名をつけられたこともあった。そのような問題はあったが、美濃朝鮮では新岐阜、新関ッ列車が中心となったこともあって、も六600型とともに高見線、美濃朝鮮の主力的な存在であった。また、この車両の戦闘デザインは、当初、名鉄離れしているとも評されたが、この後のも770型やも780型も、戦闘にはルジのデザインが採用され、 結果的には、名鉄路面電車の新世代車両の出発点とも、なった。2000年には、ワンマン運転対応改造も施行された。2005年に、美濃町線、田上線が廃止されたことで運用を離脱し、福井鉄道へ譲渡された。ただし、もともと鉄道線との乗り入れを行っていたも770型に比べ、東欧形式は、歯車比の変更など高速化改造が必要なため、 同じく、福井鉄道に譲渡されたも800型、も770型より搬出は遅れ、2006年3月末になって、ようやく全車両が福井鉄道に搬出された。福井鉄道880系福井鉄道では、2006年4月21日より運行を開始した。ただし、当初は、波数比など下回りに、かなりの改造が加えられた影響か、 車両不具合のため運用休止が多発。5月中旬より順次復帰している。車体塗装は白を基調としており、全面部窓の下と飾り部分の間、及び側面部の窓部分に青帯、車両下部に黄緑と緑の帯が塗装されている。それぞれの色が福井県の雪、海の山を表現している。また、側面部の運転席、側ドア付近に 福井鉄道のロゴマークが配されている。このデザインは同じく福井鉄道に譲渡されたも800型も770型も共通である。走行機器は歯車比の変更、弱め開示機能の追加、単電圧化等が行われた。終電装置は菱型パンタグラフからシングルアーム式パンタグラフに換装されている。2016年3月27日から 福井鉄道と越前鉄道三国あわら線の相互、直通運転が開始されたが、770型と異なり、本形式は直通運転に使用されない。2021年3月には、888から889、編成が東洋電気製造の伝送品により、VVVF インバーター制御、改正ブレーキ装備に改造された。同時に、 車内照明も LED 化したほか、空調装置を高効率化したものに更新して、消費電力を改造前より約45%削減している。福井鉄道880軽電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。